はい、内山選手。はい。すいません、試合後のお忙しい時に来ていただきました。本日、はい、6月30日、お誕生日おめでとうございます。おいくつです？22です。いやいや、知ってますよ、去年も来ましたから。去年も来ましたんで知ってますよ、僕は22歳になったことを。やりましたね、去年も。覚えてますか？覚えてます。何をおっしゃったか覚えてますか？そして覚えてる。趣味がないと言いました。その通り、正解。一瞬、ほう、あの、テントサウナ、はい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 、ちょっと自然に触れ合いに行ったんですよ。すごく良かったです。僕ね、この前ね、はい、バーベキュー行ったんですよ。マジですか？はい、家族で、はい、楽しかった。バーベキューありですね。どんな予定で行きます？バーベキューってか、そのキャンプに泊まりは嫌っす。泊まりは嫌。いや、まず友達から探さないと。確かに、バーベキューできる、できる、いろんなものを持ってて、それで知識もあるお友達を。道のり長そうですね。長いっすね。予算が一応あるんで。ホタテもいっぱい。ホタテいっぱいね。牡蠣もね。牡蠣30個ぐらい。じゃあ冬にはキャンプと言いますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でもちょっと道具揃えますけど大丈夫ですか？まあ、揃えてくれる人を見つけます。あ、僕はシーフードバーベキュー派なんで。肉はいらない。いらないです。なんなら牛タン1本買ってみますか？いいっすね。肉食ってるやん。牛タンなら食べたい。食べたい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとサインを書いていただきながら。じゃあちょっと、じゃあ